ペオーダーということで、テールバックやっとそこまで取れた感じではあるんですけども、やっぱりまあ受注会としてまだちょっとそうは取りたいになってしまうんですが、まあ、こちらが、ラテル、セラミックベースという名前でやっております。で、はい、そんな感じです。まあね、あの石油系はやっぱりどうしてもこれはついちゃうので、それはしょうがない、しょうがない部分であるんですけども、石油製にかなり、こだわりました。ワックス感覚で塗っていけるし、放置しても全然固まらないんですよ。1パネルごとはもちろんおすすめするんですが、引き上げかなり簡単です。右広げもいいですね。右広げいいんですよ。何この感覚、すごい。そういう感じでワイドでやってもいいし、ワックスみたいにサーキュラーモーションでやってもいいし、正直伸びがかなり出ます。なので250ミリあっという間になくなることっていう感じではないです。匂ってくると思うんですけど、ホワイトピーチ、ホワイトピーチの香りです。桃の香りにしました。どうでしょう、引き上げ。あ、楽。すごい差が、差がすごい。目でもすぐ分かりますね。目で分かりますね。この施工性にかなりこだわりました。やっぱりね、定着することによってその撥水感やっぱり変わるんですけども、ちゃんと定着をして、放置をして、次の日雨が降って、コンビニの駐車場に止めて、コンビニの本雑誌コーナーから自分の車を見た瞬間ライトアップされて、全部細かい、撥水、超細かい撥水が全部立体的に反射してるんですよ。それがね、すごいマニアックなんですけど、やっぱここはマニアックなイベントなんで、それは多分皆さん分かってくれると思うんですけど、かなりいいバッチバチ感があります。このメッキだったりヘッドライト、ガラスに関してはちょっと遠慮いただくっていう感じにはなりますけど、やっぱ塗装のですね、くっきりとした深みではなくて、深みはトイカーのテイラー、要はグラフェン系で出て出していくんですけど、かなりの光沢度っていうのが出てきますね。で、これから水かけるんですけど、高圧で直でやるっていうよりも、ちょっとミスト感覚で遠くからさーってやってる感じの方が、その発生感が分かると思います。ドキドキ。かなりその細かいのがあって、そこからまとまって落ちていくというのにこだわりました。ちょっとね、プロの方と、ユーザーの B2C の方々で、やっぱりその流行りの撥水ってあるんですよ。撥水のこの流行りが違うんですよ。で、海外向けに、似た、海外製品のこの独特な撥水っていうのが結構今日本では人気なんですけど、僕はあえてそこに行きたくなかったんですよ。これは、プロがセラミックコーティングをかけて、プロがあいいなって思う撥水なんですね。じゃないですか。流れますね、束感もありつつ。そう、で、この見てもらいたいんですけど、このゆっくりとした感じ、で、このゆっくりとした感じが好きなんです。このすぐスパッと落ちるわけじゃなくて、これかけてなくてもどんどんちょっとずつ落ちていく。ちょっとずつこの細かいのがどん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 まとまって、どん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 落ちていって、落ちすぎ下に落ちる。そこまでちょっと僕はこだわってしまいました。めっちゃ動きます。そう。めっちゃ動くし、60キロぐらい出したら全部なくなります。
そう、めっちゃなんか動くんですよ。そうです。ちなみに僕の車は、ラペルとテーラーを重ねて乗って、今実はテストで2ヶ月半洗車してないんです。その後めちゃくちゃ汚くてすごい嫌なんですけど、雨が降った瞬間めっちゃ綺麗になります。それだけ、汚れない、車では汚れにくいベースを作りたくて、今回このラペルかなり自信があります。値段良くなかったですね。これは、250ミリ。あ、何ですか？めっちゃ楽ですね。全然違う。で、かなりですね、スリップも出てると思います。かなり出てると思います。250ミリリットルで、こちらは税込みで1万1000円になります。なので、まあ、税別1万円ジャストですね。これに関しては、こちらもやっぱ頑張りました。だけど、やっぱりその、まあ、今回のテールバックの6商品の中で一番、まあ、高額ではあるんですけども、まあ、ここまでの、耐久性があって、速攻性があって、まあ、楽で、それから伸びるし、ここまでの高発数も出て、香りも良くて、色味もちゃんと出て、なかなかしない。今回ですね、このテールバック8月1日プレローンチとして、午前10時から、今ホームページのテールバック .jp という URL でホームページを作っております。で、次にですね、テイラーのグラフェをスプレータイプのトップアップ剤になるんですが、メーカーさんによってグラフェンと歌いながらグラフェン書いてないと思いますし、グラフェンって要は 1% 未満が普通って言われています。つまり全ての溶剤の 1% 未満がグラフェンの原料と言われていますけど、グラフェンってね、やっぱり炭なので、入れすぎちゃうと、要は粉なんで傷につながっちゃうんですよ。ですので、そこで、最大限ツヤが出て深みが出て、だけど傷につながらない容量をめちゃくちゃテストして、で、多分日本最大量かもしれないです。グラフェン 4% あります。で、色味に関してもこれから出していくんですけど、ちゃんと、黒くなってます。かなりね、まあこれで完全透明のことじゃないんですけど、もうこのタイプでもかなり黒いです。別にこれ塗料一切出てないです。これがグラフェンの元です。こうやって下に、ね、溜まっちゃってるんで、必ず使用前にこうやって振ってもらって、よく混ぜてから使うんですけども、グラフェンに関してかなりツヤが出ます。もうツヤ命っていうぐらいツヤが出ます。ツヤというよりかはね、なんていうのかな、深みではなくて奥行き。なんか鏡の奥の奥の奥まで見えるぐらいツヤが出ます。いい匂いですね。これはめちゃくちゃこだわりました。ミントの香り、スペアミントの香りです。かなりね、このミントの香りってあんまないんですよ、日本に。めちゃくちゃ探しました。はい、スリック性かなり上がります。滑りまくります。そうですね、あっちに、あっちの方にテールバックのブースがありますので、まあ、カタログ置いてあります、まあ、全て6商品も含めて、その説明文も含めて載ってますし、あと、8月1日のそのプレオーダー、
に関しても、インスタグラム、要はまだほら公式ホームページが構築できてないと思いますので、それも含めて今後弊社のインスタグラムでですね、情報をお伝えしていきますので、ぜひあのフォローしていただけると幸いです。クリーナーやって終わりたいと思うんですが、ガラスクリーナーに関しては、まあ基本的にガラスクリーナーってやっぱ海外製品のアルコール成分がすごく強くてすごくいいんですね。やっぱりあれに近づけた商品を日本で作ろうとしても法律の関係でかなり難しいんですよ。やっぱり向こうの法律と日本の法律、その政府の法律ってだんだんいろいろ違って、そのすぐ蒸発するような強いガラスクリーナーというのは日本の法律上あんまり作れないものがあります。でそこで何かできないかな、要はもっといいから今普通にあるようなガラスクリーナーじゃなくて、またなんか新しいガラスクリーナーを作ってみたいなって、作ったのが、これ実は、洗浄成分プラスアルコールが入りつつ、水性の潤滑剤がちょっとだけ入ってます。多分世界では新しいタイプのガラスクリーナーだと思うんですけど、ガラスにスリップ性が生まれます。ないと思います。もちろんそのまま使っていただくタイプになってて、このガラスクリーナーの価格がですね、ちょっとまだ今検討中で、本当は3000円台にしたいんですね。3800円ぐらいにしたいんですけど、はい、今3800円から4500円の間で今すごく葛藤してます。はい、ケミカルメーカーのケミジャンさんにはちょっと見てもらいたいです。これって今現役ではその状況の方が使ってます、はい、そうです。もうそれ成分調整されてます。そうです。誰使っても多分ならないと思います。その代わり成分の考え方ができます。はい、それだけだと思う。だって高級会社で浮いてる段階で残んないと何も残らないやつはめっちゃ使いやすい。使いやすいです。ありがとうございます。まあワッフルクロス、要はガラス系の、ね、ワッフルクロスじゃなくても、要は施工性の高いガラスクリーナーだと思います。こちらは、まあ、色味もクリアにして香りも無臭にします。フロントガラスに施工して、ワイパーがビビっていたのがスリップ性のおかげでビビんなくなったんです。